どうも、大島康幸と申します。このチャンネルでは映画やドラマの考察やレビューを行っているんですけれども、今日はですね、マイファミリーという TBS ドラマの第3話の直後考察をやっていきたいと思います。大量にネタバレを含んでおりますので、まだ見てない方はぜひ本編をですね、TVer か Paravi でご覧になってからこの動画に戻ってきてください。ノンストップファミリーエンターテイメントということで、考察ドラマではないと、ミステリーとサスペンスですらないと、公式が言い張っているんですけれども、ミステリーではないかもしれないけど、サスペンスではあっただろうと、僕は一貫して言ってるんですけれども、今回も素晴らしい、サスペンスでございました。でもう本当にドラマの TBS の面目役所っていう感じで、今期ナンバーワンドラマですね、完全にね、視聴率的にも内容的にも、完全にナンバーワンドラマと言っていいと思いますし、まあクリフハンガーが今回もね、非常にしっかりしていましたので、今後も視聴率どんどんまあ上がっていき続けるかどうかは分かんないですけれども、下がるってことはまああんまないんじゃないかなというふうに思っております。もう本当に超面白かったですね。で主にですね、考察動画と銘打ってはいるんですけれども、このドラマここが面白かったよねみたいな、魅力解説という感じでやる部分がほとんどになるかなと思います。ホワイトボード見てもらってもわかると思うんですけれども、まあ9割がですね、魅力解説になっておりまして、考察っていうのはまあこのね、ちょろっとこの2行ぐらいで、ございます。正直ね、考察しても僕はほとんど的外れになるんじゃないかなというふうに思っておりますし、今回の誘拐犯についても、今出てきている人物ではないという可能性が非常に高いんじゃないかなというふうに思っておりまして、それよりもですね、今回の脚本とか演技とか、ここが素晴らしかったよねっていう話を、主にしていきたいなというふうに思っております。でまずですね、まあ1個目のトピックとしてはですね、ミステリーとしての、まあ、構造が非常に、素晴らしかったですね。すごくまあ納得できる、論理的で、かつまあ裏切ってほしいところで裏切ってくれたという感じですね。どういう構造だったかっていうことをさらっと、言うと、まあ敵は犯人ではなく警察だっていうことはですね、1話2話の段階でもかなり、示唆されていました。でそれは僕の1話2話の考察の動画の方でもじっくり説明していますので、そっちもね、結構再生してもらって非常に好評で、考察ドラマじゃないから正直そんなに伸びないかなと思っていたんですけれども、どっちも3万再生4万再生と言っておりまして、今見てもそっちかなりですね、ミチルとハルトの関係性について述べていたりしますので、そっちもぜひ見てほしいんですけれども、そこはまあ匂っていたわけです。敵は犯人ではなく警察だと、仲間たち VS 犯人かと思いきや、仲間たち VS 警察なんだっていう匂わせは非常にあったわけです。で、それが今回かなり振りになっていまして、そう見せかけておいて、実は、仲間たちバーサス犯人プラス警察プラス視聴者というですね、この3者を同時に騙すという話だったということで、要するに叙述トリックというかですね、まあ話の構造を利用した、結構メタ的なトリックっていうのもまああったわけです。僕らは警察の目線だったんだっていうことが、ネタバラにしのタイミングでわかるっていう構造になっていました。僕らがどの目線にいるのか、仲間たち目線、ハルトたち目線の、つもりだったんだけれども、実は視聴者っていうのは警察目線だったんかいっていうのが、からくりだったっていうことですね。これは本当に非常に気持ちよかったです。まあ、トリックとしてはまあありがちというかね、全くない話ではないと思うんですけれども、まあこれは小説とかでやろうとしてしまうと、そのハルトの目線に嘘があるっていうのはですね、ミステリーの小説文章においてはまあ許されないことですけれども、映像においてここだけ見せてましたよ、嘘はついてないよねっていうところ、をうまく利用していまして、まあ原作がないオリジナル脚本だからすごいって、僕は思うんですけれども、オリジナル脚本だからこそ、ドラマだからこそできる、トリックなのかなというふうにも思いました。非常にスカッとしましたし、まあほとんど、矛盾とか突っ込みどころみたいなものはまあ全くないとは言わないですけれども、ほとんどなくてよかったなと思います。で、僕今のところ直後に2回、見まして、これを整理してるんですけれども、ちょっと間違ってるところとかね、些細なところではもしかしたらあるかもしれないんですけれども、そういった場合は、丁寧な、言葉でコメントしていただければ概要欄において訂正しますのでよろしくお願いします。でも、概ね合ってると思います。で、まずですね、第2話の最後から、ありましたけれども、カツラギがですね、ここはもうしょうがないということで、ハルトのお母さんとミチルのお父さんを懐柔するというですね、荒々しい作戦に出るわけです。で、これに対して、日下部さんとかですね、は反対しているんですが、吉野、サンドイッチマン富澤さんは、まあ、容認する、まあ仕方ないという感じで容認するという形でした。まあ、どっちにしろですね、このカツラギ、玉木宏さんの暴走であるということは変わりない作戦なので、まあ、警察としてもまあ、非常に褒められたもんじゃないような作戦ということは一貫して描かれていると思います。で、それに、まあ、実はですね、
ハルトはかなり早いタイミングで気づいていたっていうことが今回のラストのネタ話で、明らかになりましたと。というのはですね、この二人がまあ結構ドジっちゃドジですよね。GPS つけられてるんですよっていうことをこのタイミングで警察に申告しなければ、いけなかったんじゃないかなと思うんですけれども、GPS をついているっていうことを、警察はどうなんでしょうね。把握してなかったのかな。ハルトは知っています。ハルトは GPS を持っていまして、見てみたら帰りが遅いので見てみたら警察にいるじゃんっていうことで、で盗聴器のセンサーを東堂がね。ドンキホーテで買ってきたので持っていましたけれども、それが反応しているっていうことをこのハルトと東堂の間で目配せが行われて、ああということになったわけですね。で、ここでどういう作戦をまあハルトは始めたかということをまあ一応整理しておきましょうか。まずですね、警察は引き渡しのタイミングっていうのを把握していないという前提で、まず警察を巻く作戦のふりをするっていうことですね。なんだけれども、実はですね、この5億円を持った父母が、こっちが切り離されていたっていう、構造の作戦をハルトは考えついたわけですね。で、それを警察にも、聞こえるように、かつ、父母も騙す。犯人を騙しているっていうよりかは、まあ、父母と警察を同時に騙すっていう、作戦だったわけですね。で、ハルカナ、ゲームスの会社の社屋に向かうと。で、地下駐車場で、ばらけるという話ですね。2台の車に、分乗していくんです。3台か、の車に分乗していくんですけれども、まず、ハルトの自宅ですね。鳴沢家から行きまして、ハルカナゲームスの地下駐車場で、父母が5億円を持って引き渡しに向かうと。で、それは警察にバレていないという体ですという作戦ですね。で、この2組はですね、二手に分かれるダミーだと言っているんですけれども、実はこれはダミーではなかったと。いう話ですね。で、三輪とミチルが同じ車に乗りますと。で、東堂とハルトが同じ車に乗りますと。で、これ、どっちがどっちかわかんないんですけれども、恵比寿方向と五反田方向に向かいますということで、あくまでダミーですという風な体の作戦ですということを父、母及び警察に伝えるというところから、作戦が始まりました。この時点で、結構ややこしいですね。二回目見てみても割と、僕は混乱しました。で、この二つに分かれたことにも、後々意味が出てくるということですね。で、ドラマの一周目見たタイミングでは、この人たちが、今回の主人公みたいな感じで描かれますので、ミチルの父と、ハルトの母っていうのが、まず神社に行きますと、それからショッピングモールに行きますということで、第1話のミチルとハルトが辿った運命をですね、なぞるような形で犯人に振り回されると。で、ショッピングモールのですね、屋上から5億を落とすっていうところ、ここがね、今回言うなれば唯一の突っ込みどころかなというふうに思います。あれ、だいたい外れますよね、多分ね。手前の植え込みみたいなところに落ちちゃう可能性もあっただろうと。まあ思いますけれども、割とコントロールが良くて、まあ主にハルトのお母さんの方ですかね、が投げていたと思うんですけれども、コントロールが良くて、犯人の、トラックに5億が乗っかると。で、それを、ま、警察は追跡するわけなんですけれども、ここは、ま、案の定というかですね、川崎にあるですね、受け子の自宅であったと、いうことでした。まあ、つまり空振りだということですね。で、この受け子っていうのは、非常に少額、まあ、200万とか言ってましたけどね、割に合わないですよね。でも、この人は多分生活に困っているので、それだけでも十分、儲かると。ということで、なんか LINE で勧誘されたというですね、よくわからないことを言っていましたけれども、まあ意味なかったということですね。で、それがライブ配信されているということで、犯人にもバレてしまいました。ちゃんちゃんということで、このまま、これだけ、この一本線で動いている作戦なんだとしたら、本当にともかちゃんは殺されてしまって終わりだったという話ですね。まあただ実はですね、こっち自体がダミーだったんだよというのが、まあハルトの作戦であったわけです。あ、で、そうだ、ここでですね、ハルトのお母さんのファインプレイが、ありましたね。オカリナさんとプラスマイナス岩橋さんが、まあこれ結婚してるのかわかんないですけれども、夫婦のような感じで車に乗っていまして、携帯電話をですね、ハルトのお母さんは、まあ、賽銭箱にここの神社で入れてしまっているので、犯人の指示通りね、持っていなかったので、ともかちゃんの居場所をですね、犯人から、ショッピングモールの屋上で教えてもらったものの、それをハルトたちに伝える術がなかったということで、ここで、携帯を借りるというファインプレイをしました。で、それをミチルが聞いてですね、このミチルとミワの車がこの厚木のですね、指定されたトモカちゃんがいるとされている小屋に、向かったわけです。で、まあ、ここがね、かなり綺麗な叙述トリックだなというふうに思ったんですけれども、この場所が分かったタイミングで、かなこがですね、地図を見せに来るわけです。トモカちゃんの居場所はここっていうことで地図を見せに来るわけなんですけれども、そこで視聴者は
ここの地図だというふうに思い込むというシーンになっていましたけれども、実はその場所っていうのを特定する作業が他に行われていたんだっていうことが後からわかりますというですね、これもかなりなんか映像のトリックとして非常に成功だったなというふうに思います。で、かなこつながり、高橋メアリー純さんつながりで言うと、かなこが阿久津に電話して、計画通り行っていますみたいなことをすごく絶妙な意味深なタイミングで挟むところがありまして、この二人が結託してる犯人なんじゃないのというふうに思わせていましたが、これもまたですね、別ルートから、犯人の居場所、まあ、犯人の居場所というか、ともかちゃんの居場所を、特定する作業の一環であったということが、まあ、後から、わかるわけですね。で、このダミーのですね、父母に持たせていた5億とは別に、さらっとしれっと別の5億を用意しましたというところから、この別計画の方はまあ始まっているわけですね。で、この、一特定作業っていうのは、そもそもハルトが、犯人にですね、ハルカナゲームズが運営している、無料のアプリゲームを使って連絡を取らないかというふうに持ちかけたところから、この場所特定作業は始まっていたんだということが、まあ後からわかるわけですね。で、それはまあ犯人にとってもメリットがあるんだよっていうことを、まあハルトはですね、非常に、まあ交渉人キャラというかですね、ネゴシエーションボイスみたいなですね、二宮和也さんのまあ、結構ちょっとハスキーでかつロートーンの独特な声っていうのがあれがね結構ネゴシエーター声というかまあ催眠術師声というかですね説得力を持たせて人にこう論理的に心に響かせるみたいな、発声の仕方で非常に素晴らしいと思うんですけれども、それで犯人はなんとなく納得してしまうとまあ、ここは犯人のポカではまああるわけですけれども、でそのゲームの、アプリの使用でですね半径50メートルのすれ違い通信の履歴が残るということを、利用したというわけです。3つのすれ違いの履歴があればこの基地局をですねこう3つ、まとめることによってそれが被っているところで非常に狭い範囲と特定することができると、いうことにこの阿久津が、協力してくれたわけですね。でこの中に多分ですねすごく、民家とかが少なかったような、描写がありましたので、まあ、1個の、建物だというふうに特定できたんだと思います。でそこに、ハルトは直接向かいまして、そのどういった計画だったのかということを犯人に説明しましたと。で、自分は犯人が誰なのかお前を追い詰めるつもりはない興味はないというふうに言います。でただしともかちゃんに何かあった場合にはお前を殺すというふうに、まあ、非常になんだろうな最終手段的な、感じなんだけれども説得力がある交渉を持ちかけますと。で犯人は5億円がもらえればまあそれでいいわけなので、鳥居の下に5億円が置いてあるという、ハルトの言葉を信じて、交渉成立ということですね。でこの時点で犯人は、鳥居の下の5億円っていうのをまあ確認はしてないわけなので犯人ももうちょっとですね、ハルトの圧にちょっとビビってるんじゃないかなというふうに僕は感じました。で、トモカちゃんを発見しますと。で、実際にその部屋の中にもですね、トモカちゃんが、前回お菓子しか食べさせてもらえないというふうに言っていまして、まあ、ポテトチップスの残骸のようなものがね、あったりしまして、和室で、目を隠されて手を縛られていましたので、一応犯人を見ていないという、体なんだと思います。でもただね、まあ、これが、トモカちゃんが、まあ、狂言の可能性っていうのは僕は非常に限りなくゼロに近いと思っているんですけれども、目隠しという手をトモカちゃんと犯人が共同で演じていたのであれば、まあ、本当はですね、トモカちゃんが犯人をかばっていたりっていうような展開も今後なくはないのかなとはまあ思いますと。でそこに、カツラギが現れますと。野放しにしたことを必ず後悔しますよというふうに意味深なことを言いますけれども、ハルトとしてはもうトモカが帰ってくればそれでいいと、いうことです。犯人を星を上げるというようなことによって、トモカが帰ってくる可能性をちょっとでも下げるようなことっていうのは、ハルトは全くしたくなかったのでハルト的にはこの作戦で全然 OK だったんですっていう、ような顔をしてこのカツラギの言うことを取り合わないわけですけれどもカツラギとしてはですね4年前の、ポカっていうのも、おそらく同様のことがあったんじゃないかと。で、それについても、まあ、東堂は知っているというような、ことなんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、やっぱり、ハルトとしてはそれは全く関係ないですよね。ともかちゃんが帰ってくる可能性っていうのを、それで下げるっていうのは、全く、ハルトの、考える必要のないことなので、これは、カツラギも正しいことを言っているし、ハルトも正しいことを言っていると。それぞれのポジションにおいて正しいことを言っていることが、ぶつかってしまっているっていう、非常に切ないシーンですけれども、で、実際にその野放しにしたことを後悔するようなことが、ともかちゃん誘拐の382日後2年間と3週間後ぐらいに起こるというクリフハンガーで、終わってしまいましたという感じでうまいなぁと思いましたね。でこのなんでこうなるんだというふうにハルトが叫んでいるところも非常にね画面が真っ青でなんか海にいるのかなみたいな、感じでしたね。もしくはすごく無機質ななんかね東京湾とかの、ような港のようなところにいるとかね、真っ白な建物ばっかりいるようなところに昼間いるんじゃないかというような、感じで周りに誰もいないというような、風にも見えたりしました。うん、なんか色がねすごい青かったですね映像がねちょっと怖かったですね。
で、今後何が起こるのかということは、全く予想がつかないと思います。で、今回僕が非常に感動したシーンというかですね、やっぱりこのマイファミリーというドラマは、ハルトとミチルの関係性を中心に、まあ、ナルサワ家というですね、家族の再生を描いていくドラマで少なくともあったわけです。ここまではね。そこに注目してみると、やはり、わざわざね、このドラマの、まあ、サスペンスなんだとしたら必要ないシーンっていうのが、やっぱりナルサワ家にとっては重要なシーンなわけですよ。このミステリーにおいては重要じゃないのにあるシーンほど、ミチル&ハルトの関係性においては必要ということじゃないですか。置かなきゃいけなかったシーンということなので。で、今回はどこだったかというと、ミチルがですね、ともかちゃんが帰ってきた時のために布団を干しているというシーンですね。そこでミチルが告白をするわけです、ハルトに。で、これ、何?ミチルが犯人なの?みたいなことを、まあ僕らはちょっと、考察能になってしまってるのでビビるわけですけれども、よくよく聞いてみると何のことはない。直前に、ともかちゃんと喧嘩をしてしまいましたというだけの話でございました。まあそんなことだろうと思っていたよっていう、ようなことですね。大した話ではないわけです。で、塾の組み分けテストというので、なんと一気に2クラスも落ちてしまったと。で、それがまあ算数のケアレスミスみたいなね、防げたものだったので、ミチルが攻めてしまった結果、喧嘩してしまいまして、いつもは塾に送っていってるのに、今日は一人で行くと言ってしまって、ともかが一人で行ってしまったために誘拐されてしまったということで、ミチルは自分を責めているわけですね。まあ、これはまあしょうがないんじゃないかなとも思うんですが、僕はミチルについて、まあ、前回の動画で説明した通り、ミチルはですね、こう非常に共感力が高く、他者からの評価を気にする人物なので、やっぱりこう、ママ友とかね、の間でもこう、見栄みたいなものがまああるわけです。自分の娘っていうのが勉強ができる優等生であってほしいという願いがあるんだけれども、まあ、ただ成績が悪いとかなら別にいいかもしれないんですが、クラス分けっていうですね、外から可視化されてしまった、外から見えるようになってしまった、形で成績が落ちるっていうのは、ミチルとしてはですね、これかなり勘弁してほしいことなんじゃないかなと、いうふうに思います。で、それが、普段からの苦手科目とかっていうのはまあ、しょうがないかもしれないんですが、ケアレスミス回というので、ちょっと感情的になってしまったんじゃないかなということで、ここもですね、ミチルらしいなぁと、僕は勝手ながら思いましたと。で、それを受けてですね、ハルトはね、たった1日2日前、あんなにいがみ合っていたミチルとの関係性とは思えないぐらいですね、そもそも俺はその組み分けテストっていうものすら知らなかったと、それからミチルとトモカが喧嘩しているということすら気づけなかったよということで、まさかのですね、ミチルと一緒に反省するというですね、完璧なパートナーとしてのムーブを見せるわけです。で、これは夫としてとか父としてっていうよりかは、まあ、主にこう、二人のパートナーとして、相手が、ミスしてしまったこととか、悔やんでいることに関して、自分も一緒に反省するっていうのは素晴らしいムーブだなというふうに、思います。こんなことね、1話始まりの時点でのハルトは絶対にできなかったと、思いますね。で、それから、掃除機をかけるよとか、ミチルはしばらく休んでていいよとかですね、とにかく徹底して優しいということで、まあおそらく10年間ぐらい放置してきた妻と娘との関係性っていうものを取り戻すように、この2日間で父として夫として一人の人間として非常に急速な成長、まあ償いですね、食材かつ成長をしているという描写です。で、これはまあ二宮和也さん、今ねどんな役でもまあできるとは思いますけれども、やはりどっしりとした説得力のある父親っていう役を1話の最初から演じてくださいっていうのは、ちょっとね二宮さん的にもそんなに得がないというか、まあリアリティのある演技できるかもしれないし、できないかもしれないんですが、やっぱりね、ちょっとずつこう父として成長していく過程を見せるっていうことの方が、二宮さんの演技の幅を逆に見せられるし、説得力も出せるっていうことで、ここはキャスティングっていう意味でもバチンとハマっているなというふうに思いました。で、ここですね、ここでミチルとハルトの関係性ですから、やっぱりね、ギュッと抱き合ったりとかして泣いたりするっていうのが、かなり興ざめなんですけれども、何をするかっていうと、一緒にシーツをかけるっていう作業をするわけですね。で、前回のラストシーン、僕は素晴らしいシーンだと評価しましたけれども、ミチルがハルトの体を拭いてあげるっていうシーンなんだけれども、上半身脱いだりはしないと。わざわざめんどくさいんだけれども、服の下から拭いてあげるということで、お互いの裸を見るような恋愛関係にはならないけれども、お互いのための、前に進むための共同作業はするということですね。しかもまあ、ともかのための共同作業ならするということ、が今回も描かれていたと。抱きしめ合ってワンワン泣いたりとか、ましてやキスをしたりとかね、そういうねありがちな描写はしないんだけれども、一緒にシーツをかけるという作業に次に向かうというのはね、素晴らしいじゃないですか。鳴沢夫婦っぽいじゃないですか。で、こっからは別に僕は第10話11話に向かってスキンシップが増えてほしいなともまあ思う反面、別に鳴沢夫婦は鳴沢夫婦でもう恋愛としては終わってしまいました。しかし友果のためなら一緒の作業をしますっていうことで
描かれ続けて別にいいんじゃないかなというふうに思いまして、もうこの二人は二人で立ち会ったりとかっていうシーンは別にそんなになくてもいいんじゃないかなというふうに思っていたりします。はい。まあ、今回もね、友果を通じて三人で抱き合うみたいなところはありましたけれども、やっぱりね、二人でのスキンシップっていうのはね、必要以上に描かなくてもいいんじゃないかなというふうに思っております。そして最後ね、考察ね、次回果たして、ハルトに、そして鳴沢家に何があったのかっていうことを、まあ、本当にざっくり考察するしかないんですけれども、まあ、これは考察というかですね、当てずっぽレベルの予想になりますけれども、ホームページの相関図にね、三輪の、娘と、妻、それから東堂の妻、それから阿久津の、娘と妻というですね、女性キャラクターでいて、かつ、男性の中心キャラクターのファミリーがですね、非常にたくさんボン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 と出てきたんですね。で、そのあたりが、まあ何か関係あるんじゃないかなというふうに言われています。で、そのあたりの誰かが誘拐されてしまうんじゃないかなというふうに、まあ僕はうっすら思っています。友果がもう一回誘拐されるはなかなかなさそうだなというふうに思います。で、それからあり得るのが、ミチルが誘拐されるはありえそうだなと。それだったら、ハルトはあのぐらいですね、最後、うろたえるんじゃないかなというふうにも思いますと。で、もう一個大穴でありそうなのが、ハルトがなんか犯人と疑われる。つまり今回のこの狂言、この誘拐がハルトの狂言だったみたいなことを社会的に疑われて、社会的地位を失墜してしまうみたいな、こともありえなくはないのかなというふうに思いました。で、なんかツイッターで誰かが見つけたのかな、考察界隈で非常に話題になっていることとして、今回のですね、ハルカナが作ったゲームで犯人とやり取りしている時の ID がですね、ハルト1221だったかなっていうのが、これがですね、第1話で、阿久津がゲームをプレイしている時の ID と全く同じと。で、ID っていうのは同じものが作れてしまっては意味がないと思いますので、これはまあ、意図的なのかわかんないですけれども、同一ということでいいんだと思います。ただ、あのね、第1話で映ってた時の ID っていうのが、本当にね、非常にちっちゃくて、なんかわざわざきっちり映るとかっていうシーンではなかったんですよね。なので、これたまたま、なんかそういう画面って、その CG とかでわざわざこう作ってるわけじゃないですか、デザインで。なので、同じような ID っていうのを何パターンも作れなかったので、まあこれは視聴者見てないでしょっていうことで、たまたま阿久津のシーンの ID と今回の犯人の ID っていうのが同じになっちゃったんじゃないかなっていう可能性すらまああるかなと思っていて、そのぐらい今回のドラマは、真犯人フラグとかあなたの番ですみたいな考察が果たして適切なのかっていうと、ちょっと難しいんじゃないかなというふうに思っていたりしますと。いう感じでございます。まあ、阿久津がね、関わっていたら面白いですけれども、少なくとも今回はね、阿久津は、ハルカナゲームズの、株価を上げたいということでね、それからまあ、ハルトたちにも、まあ、おそらく、家族ぐるみでいい感情を持っていて、まあ、ビジネスとプライベートをまあ、分けつつもですね、どっちにしろこの、鳴沢家に協力したいという気持ちで、やってくれているっていうわけなので、まあ、なんか大きな敵っていうのは、やっぱり外側にいた方が僕はいいかなというふうに、思っていますという感じで、皆さんの考察とか感想もぜひとも、コメント欄でお願いします。全部読んでおります。チャンネル登録まだの方はぜひともよろしくお願いします。第4話のね、直前考察とか、まあ、やろうか、ちょっと迷ってますけれども、なんか、そんなに喋ることがないんですよね。次回の内容についての推測っていうのが、なんか、考察っていうよりかは邪推になってしまうので、そこはちょっとまだどうしようかなと思っていますけれども、まあ一応、毎回ですね、直後考察という、感想ですね、まあ解説というか説明みたいなものはやっていこうかなと思っておりますので、最後まで見たいという方は、並走一緒にしていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。